皆様ごきげんよう。今日はですね、地元の昔喧嘩したことがある仲間たちとバーベキューをねしていこうと思います。で、僕の地元って結構海が近くて自然が多いんですけど、その分ちょっと気性の荒い人が多いというか、そんな仲間とね今日は笑っちゃいけないバーベキューをしていこうと思います。乾杯。乾杯。うまい。じゃあ早速ちょっと昔の話を。全員同じ中学で、まあ俺だけ1個年下で、あとみんな1個上の先輩だったわけですけど、懐かしいよね。そうだね。十何年前な。10年も経ってる。10年経ってる。中学の時は仲悪かったのかな。まあギクシャク取ったのかな。タイマンハルカとかなんかそういう話もあったね。俺が卒業した頃にはもう仲良くなってね。そうだね。彼はねこんな風に見えてめちゃめちゃ生きてて安全靴で学校登校してきてたからね。本当に安全靴履けばもう見た目勝てる気満々だったもんね。多くの早く話してもらえる。いろいろ大嫌いだったし。え、嫌いだったっていつ？中学校時代。仲良くなることはないの？まあミクルもまあまあ生きとったよね。俺も嫌いなイメージないけどね。それは嫌い。だってミクルから喧嘩をできたもんね。俺からだっけ？そうだよ。違うでしょ。俺らがどっかかけて買うよって感じで絡んでくれって買う予定ではなかった。謝るよね普通。あ、でもミクルが初めて原付に乗った時のあの嬉しそうな顔を俺忘れて。いやでもあれは感動だったね。一番最初風を感じたね。風を。今もそうだけど昔からプライドが高かったよね。やたら語るタイプだったね。後輩っていう扱いじゃない。俺が一番受けたのはさ、一時期俺たちなんかリアル鬼ごっこ流行っとったやん、うん、自分で警察呼んで自分たちで走って逃げるみたいな、うん、木の上に隠れとったやん全員公園で。そしたらなんかいきなりダッシュして転んで渋滞に「いとれた!」とか言って誰も聞いてないのに木の上に登ってさ、警察が「降りてこいよ」みたいな言っとったらさ「ちげえわ」って言っとったのみんなをかばってたなって。はい、おっつで今何の話だったっけ。バカがおった方がいい。みんなバカやっとるもんで、こうやって今でもこうやってつるんだわけ。真面目なやつでもつるんでるやつ俺と思うよ。朝倉海君も真面目でも。海はヤンキーでもなんでもなかったもん、うん、俺の存在のせいで悪みたいなやつだったんだけど。そうだね、ミクルが引っ掛けたもんね。今日あのなんかやるもんで公園おいでんつってで誰か戦ってなかったっけ。まあ俺あそこで海の海の右と。こいつは絶対いけるな。早いもん動きが。そう、諦めたっけ喧嘩とかする。あ、海を見て。そうそうそう、やっぱ上には上がおる。上には上って上なんだ。いいね。調子上がってきたね。上がってきたね。調子すごい喋りやけど昨日全然面白くなかった俺ね、うん、口からまれたら絶対。いやいやいや、どうやって生まれなんだ。正論きた。正論きましたよ。今からなんか笑っちゃいけないバーベキューということで20分止めて、一番笑ったやつがあそこの海にダイブ。いきます。これにも普通の会話で勝負仕掛けてもいいで、うん、もう仕掛けてほしい。え、なんか俺面白いから出しとくね。もうダメだ。ルール聞いてねえぞ。笑っちゃったんだよ。音楽に飛び込むのかこれ。じゃあ行きましょう、スタート。聞いてねえし、そんなの。じゃあルームそれなんかバッテン乳首しょぐら意味あるの。なぜバッテン。ピケポン。ダメだ。だるいわこれ。ちょ待って待って、ほんとやめて。いいね。ちょ笑うなって笑けてくるわ。いきますよ。待って、はい。岡、そうやってさ、下向くのはつまらんと思うよ。それは俺良くないと思うよ。そういうところ。映えんね。まあ元から顔は映えてないけど。それはまあ確かに。うるさいよ。おった？おった。おい、マーティーグッズとか言うな。ミクロってでも格闘は強いかもしれんけど、面白くないよね、あんまり。いったりいったね。まあクールキャラだな。なんか、ギザっとるよね。普段通りがあんと。普段通りじゃない。どの辺が？何が？喧嘩喧嘩喧嘩やるの？ちょっと。何が面白いのお前ら。うるせえなっす。いいラメなってんね。ちょっと笑ってない。笑ったね。ちょっとリオもちょっとケンシロウやって。俺ザブじゃないあるで。ケンシロウやって。ケンシロウ。キャブレスで俺ねって。ケンシロウ。おいよ。ポタ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 。そんな聞くわけねえだろ。どうだったかな今の。頑張ったけどパッとだった。
隣だね。お母さんと喧嘩したら何で勝ってんのって鼻相撲。え？鼻相撲。鼻相撲。お互いに鼻をぶつけよう。与えられた部位がある人じゃないんでね。まあ形が重要だし。そう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 。そこ詳しく教えて。形が重要なんでしょ。そうそうそう。どういう形がいい？でかい。ビッグナウズ。ごめんなさい。やっと飛ぶぞ。せいやくんでお願いします。おいおい、何が面白いよこれ。おい